今回の夢プロレスはミッション4道場マッチ。残すところ今回のミッション4と最終審査の夢プロレス特別興行、この2つのミッションで全てが決まる。おはようございます。おはようございます。本日はミッション4の道場マッチを行わさせていただきます。普段練習しているこちらの道場で練習試合を行わさせていただきます。試合の制限時間は3分。対戦相手はこれまで一緒に練習をご一緒させていただきました遠藤選手と宮本選手になります。よろしくお願いします。そしてミッション4のポイントですが、試合の内容をまあ総合的に判断しまして1人につき10点満点で評価させていただきます。で審査は夢プロレススタッフと対戦相手の遠藤選手、宮本選手で行わさせていただきます。これまで成長した姿を見守ってきた2人は今日の対戦を楽しみにしていた。今回初めて試合形式の、ね、道場マッチということで、なんかどれぐらい戦えるかも楽しみだし、何してくるんだろうっていう緊張はします。どれぐらいね、なんていうの、対応力があるのかとか、どういう技を出してくるのかとか、すごい楽しみです。最初の頃よりもとても成長していると思うので全力でぶつかってきてほしいなと思ってます。怪我もいろいろあったけど、ね、みんなちゃんと頑張ってきたので3分間の間だけど全力を出し切ってほしいです。はい。最初に試合に挑むのは現在2位の梨紗子。うまくできない悔しさからここまで誰よりも泣いてきた。できてない自分に悔しいと思って。しかし、それでも気持ちが折れることはなく、1位だけを目指してきていた。やっぱり気持ちで負けたくないし、今日のミッションは本当に大事なミッションで、今日の道場マッチは人が変わったようにやりたいと思います。練習通りのことができて、気持ちも見せれたし、楽しかったです。やられてたんですけど、あんまり戦うということが今までなかったから、やってやるぞとかそういう気持ちがすごくあって、今までにない感情が出てきて、もっともっと強くなりたいなと思いました。今できる精一杯のものを
続いて現在1位の上原若菜が試合に挑む。これまで全てのミッションで1位を獲得してきたものの、自分を納得させることができずにいた。今回は自分の気持ちも納得させた上での1位を目指す。絶対1位を取ります。ここで後悔はしたくないので、本当にミッション4絶対1位は譲りたくないんで、1位を取って自分の納得いく結果を出したいというふうに思います。本当に今回は悔しい思いをせず、最後まで胸を張ってやりきれたっていうふうに言えるようにしたいと思っているので、見ててほしいです。日々練習してきたこと、多分体が覚えてるので、それが自然に出せるように、まずは気持ちを強く持って技術面も受けたらいいなと思います。情熱をいかにこう注げてるかっていうのが今までちゃんと伝えられてなかったなって、自分がどんだけ努力してきたとか、そういうのが伝えられるようにしたいなっていうふうに思います。現在3位の真中ひまりが逆転に向けて試合に挑む。真中はミッション3では怪我で参加することができず、2人に対して遅れを感じていたが、アジャコングにかけられた言葉を胸に前だけを見ていた。そこからどういう巻き返しを見せてくれるかっていうのが一つ楽しみでもあるので、しっかり巻き返してください。はい、遅れてるなっていうその気持ちも自分を強くしてくれる、後押ししてくれる力なのかなと思ってます。アジャさんが言ってたように、相手を倒すっていう気持ちが本当に目に見えるような試合を3分間できたらいいなと思ってます。今までやってきたことを本当に集中して全力を尽くすのみだなと思ってます。行かないと、やっぱりプロレスをやってる選手たち相手なので、気持ちで負けないようにしないとなと思って。
やられて本当にやり返したいって気持ちが一番強くて、もう立ち上がってやってやるぞみたいな燃え上がる気持ちが強くて、自分の力を本当に出し切れたのかなと思ってます。出し切れましたでしょうか。はいはいはい。うなさん、宮本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。あ、でもみんなそれぞれの持ち味っていうのかな、ここでこう出そうっていうのがなんかちゃんとイメトレしてきたのかなっていう気持ちで、すごいなって思いました。思った以上にできてたので、この調子でね、どんどん頑張って10月14日に向けて頑張っていけたらいいなと思います。それでは、審査結果の点数の方を発表させていただきます。いさこ現在2位6ポイント、まなかひまり現在3位5ポイント、上原若菜現在1位15ポイント。果たしてミッション4道場マッチの結果は。10点満点中の点数となります。美佐子さん7点、真中さん8点、上原さん5点、以上の結果となります。遠藤さん、宮本さんにもコメントを聞きたいんですが、まず真中さんが今回8点ということで、はい、血を痛めて休んでた期間とかもあると思うんですけど、今回戦ってみて、なんか誰よりもすごい戦うぞという表情が、練習でも見たことないような表情で向かってきてくれて、またエルボーもね、すごい重いのを着てくれたので、すごい気持ちよかったです。はい、そうじゃない、10月14日の試合が楽しみです。やっぱ不安な部分もあったんですけど、戦うっていう、やっぱり全然プロレスラーの遠藤選手と宮本選手ってことで、気持ちで負けちゃいけないなっていう部分があったので、負けずに出せたかなと思います。美佐子さんが7点はい、私は練習の時に一番最初にわからないことを聞いてくれたのがとても嬉しくて、しかもすごい練習熱心だし、なんかさっきの3分間の道場マッチかやった時に、まさかボディスラムされると思ってなくて、いや、もうすごい子だなって本当に感心しました。ありがとうございます。まだ1位を取れてないので10月14日は1位を取りたいです。上原さんの5点。はい、いつも上原さんはすごく真面目にやってくれてて、質問とかもすごいしてくれて、で今までもね、すごい点数高くてすごいやっ、なんていうの、上手にできていた分、今回はもっとできるだろうという期待を込めてこの点数です。はい、でもやっぱり絶対1位取りたかったんですけど、やっぱり5点っていう結果が出たので、やっぱそういうことなので、今まで1位取れてでも、やっぱり本当に試合形式で5点しか取れてないっていうのは本当にまだまだなので、でも絶対諦めないで、最後はまた挽回して絶対1位取ります。はい、ということで本日はミッション4でした。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ミッション4の結果、真中ひまりが8ポイント、いさこが7ポイント獲得し、13ポイントで同率2位となった。そして上原若菜は8
初めてミッションで1位の座を許した。しかし依然として1位の牙城は崩せていない。残すミッションは 10.14 の夢プロレス特別興行のみ。果たして1位となって夢をつかむのは